ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回伺うお店は、神奈川県藤沢市の家系ラーメン萩原屋さん。この萩原屋さんのラーメンを最後にいただいたのはもうね、ほぼ2年前で、しかもテイクアウトのラーメンを、メロンシートとね2人でいただいた以来なんですが、もうというわけで本当実店舗への訪問は相当久しぶり。そしてこちらはラーメンももちろんですが、そのねお米も非常に評判も高いし、実は美味しいんですね。というわけで今回そちらも楽しみに行ってみたいと思います。どこの？150g で少ない波で、太麺が 170g です。結構、太麺、年配の人向けに細麺用意したんですか？そういう店も人気あるんですか？ですか。でも、久々なんでデフォルトで、はい、太麺で、じゃあ、固め、濃いめでお願いしますか。油のない方があるけど、あ、じゃあもうお任せで。だからもう低温調理と肉だけミックスってことなんですか？大体そうです。チャーシューも頼まれたら両方入れます。デフォルトは肉豚の方が入ってる。デフォルトもミックスされてるんですか？ミックスです。このチャーシュー麺あれば、そのラーメンだったら肉豚の方入れます。肉豚 でチャーシュー麺にするとその低温調理の方がついてくる。お願いします。濃いめ固め。
はい、というわけでいただいてきました萩原屋さんのラーメン、肉増しと、ライスでした。本当久々の萩原屋さんのスープでしたが、もう相変わらずという感じで、豚骨だけじゃなくね、鶏からの風味もバランスよく感じられるスープ、そしてもう一個はやっぱ特徴この麺ですよね。丸山製麺さんの特注麺で、長さもあるんですけど、これがね食感のど越しすごくいいんですよね。この感じだなと思っていただきました。そして以前と変わったのはチャーシューがデフォルト煮豚ともう一個ねチャーシュー麺になると低温調理のものも入るということで、これどっちも肩ロースですが部位がちょっと脂が多いところとそうじゃないところで分けられているそうで、自分はね意外とこの普通の煮豚脂が多い部位もね今回のスープってよくあって美味しいなと思いながらいただきました。そしてまあさっき鶏と言いましたけど、どうしても今時期はどのお店もね、鶏油の確保とか鶏関係をね、苦労されてると思いますが、そのことも少し軽くお話しさせてもらいましたが、今ちょっといろいろ工夫している最中ということで、もう少し経つとね、またちょっと違う試みも今考えているんですということを結構ね、楽しそうに話していただけたのも印象的でした。というわけで、もう久々の本物だったんで、どうしてもね、ラーメン家行きましたが、ここはね煮干しとかも煮干しスープ、萩原さんが作る煮干しスープとあの麺の組み合わせもそうですし、辛い系のラーメンとかもありますし、もちろん以前にいただいたテイクアウトも選べてるということで、様々なタイプのラーメン食べられますので、ぜひぜひね行ってください。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。